神様の動物と悪魔の動物はグリム童話の一つ。動物ではなく獣とも訳される。神様はありとあらゆる獣を作り出し、狼を自分の犬に選んだ。だが、ヤギだけ作るのを忘れていた。そこで悪魔が自分も獣を作ろうと思い立ち、ヤギをこしらえ、素敵な長い尻尾をつけた。だがヤギたちは牧場に行くといつも尻尾を イバラのヤブに引っ掛け動けなくなった。最初は悪魔もヤギをイバラから離していたが腹を立てしっぽを残らず噛み切ってしまった。ヤギは様々な草木を食事によって台無しにしていたのを神が見て哀れみの気持ちから狼を差し向けた。すると狼はヤギを引き裂いてしまった。そのことで悪魔は神様に文句を言いに行った。 そして、引き裂いたヤギの分の金額を弁償しろと神様に、言うと、神様は、柏の葉がみんな落ちたら金を用意しておくと答えた。柏の葉がすっかり落ちたので、悪魔は神様に金を請求しに行ったが、神様は、コンスタンティノープルの教会の高い柏のこの葉はまだ、全部残っていると言った。悪魔は怒り狂い、悪態をついて引き下がり、 そのカシワの木を見つけ出そうと六ヶ月荒野をさまよい、歩き、その木を見つけ出したが、戻った時には、他のカシワの木が、緑の葉が生い茂っていたため、悪魔は金を諦めるほかなかった。悪魔は腹立ち紛れに、残っているヤギの目を全部ほじくり出し、自身の目をはめ込んだ。だから、ヤギは、どれも、悪魔の目と噛み切られた尻尾を持ち、悪魔もヤギの格好になるのを好んでいる。 ありがとうございます。